しようかな。ここらはもうあらかたマップを埋め終わったし。こうでしょうか。重心をもっと前に置いた方がいいかな。ん？この声は。やっぱりリーファとプレミアだったか。あ、キリト君。ごきげんよう。ちょうど二人の声が聞こえたからさ。何をしていたんだ？今はリーファに剣を教えてもらっています。これくらいなら私も役に立てるかと思ってね。リーファの特訓を受けたら着実に強くなるだろうな。私の指導がなくたってプレミアちゃんは筋がいいからすぐに強くなれると思うよ。だってさ、リーファのお墨付きだぞ。プレミア頑張ります。さあ、特訓の続きをしようか。はい、よろしくお願いします。俺も見学させてもらおうかな。どんな特訓をするんだ？基礎的な動きはある程度できているし、最後に実践的な訓練をしたいんだよね。そうだな、少しフィールドを進んでみてモンスターを何体か倒してもらおうかな。わかりました。リーファ、あそこに敵がいるぞ。本当だ。じゃあプレミアちゃん、あのモンスターと戦ってみて。もちろん無理は絶対にしちゃダメだよ。わかりました。やってみます。念のため俺たちもすぐ後ろに控えていよう。うん、頑張ってねプレミアちゃん。はい。ふっ、お、いい一撃が入ったな。ふっ、いいよその調子。落ち着いて相手の攻撃を見て。プレミアちゃん。リーファ、加勢するぞ。うん。せっ、プレミアちゃん。はい、少し攻撃を受けましたが大丈夫です。無事でよかった。すみません、期待に添えませんでした。そんなこと気にしなくていいんだよ。無事でいることが何よりなわけだしな。それにプレミアは十分に戦えていたと俺は思うぞ。私がですか？うん、私もそう思うな。剣の扱い方も間合いの取り方も良かったよ。しかし結局一人では勝てませんでした。重要なのは勝ったかどうかじゃないぜ。そうでしょうか。勝てなければ強くなった証拠が得られないのではないですか？ううん、そんなことないよ。プレミアちゃん、初めて剣を握った時のことを覚えている？はい、覚え。その時のプレミアちゃんが今の敵と戦ったらどうなってたと思う？当然勝てなかったと思います。それにもっと深い傷を負ったはずです。でも今のプレミアちゃんは相手にも攻撃を当てたし、敵の攻撃もある程度さばけてた。それってプレミアちゃんが成長したことの証なんだよ。私の成長の証ですか？強くなっているってことの証拠だよ。今回は勝てなかったけど、次はもっとうまくやれるはずさ。私も強くなれているんですね。諦めずに頑張ったから今のプレミアちゃんがいるの。きっともっともっと強くなれるよ。それなら諦めずにもっと頑張ります。なのでこれからもよろしくお願いします。教えがいのある弟子だなリーファ。うん、これからも任せて。それじゃあ今日はここまでにして町に戻ろっか。